ちスクランブルナイトハロウィーンスペシャル。ハロウィーン、ハロウィーン、ハロウィーン。さあ続いてはハロウィーンパーティーの後にぜひ立ち寄っていただきたいおしゃれなカフェバーのご紹介です。はい、お迎えしましたのはカフェバーロンドベルの篠原希恵さんです。よろしくお願いいたします。ハロウィーン、ハロウィーン。とってもキュートなキエさん、以前もですね番組に登場してくださったことがあって、はい、2回目です ね、 そうなんですよね、はい、もう2回目のご登場のキエさんです、はい、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はキエさんパンプキンですね。そうです、パンプキン来てパンプキンのお菓子を詰めたところを持ってきました。何段持ってきました。トリックアトリート。トリックアトリート。トリックアトリート。わかりました。皆さんたくさんお菓子がありますのでどうぞ。どうですかね。どうぞ。いいですか、はい、やった。本当にたくさんお菓子が。トリックアトリート。いろんな種類の、いろんな種類をゲットしました。ありがとうございます。どうぞ。嬉しい。さあ今日はハロウィンスペシャルということで、はい、片町キララの特設ステージ、はい、から初の公開生配信なんですけど緊張します。どうですかこの雰囲気は。そうですね、なんかもう賑わってますね、たくさん、はい、いろんな方がいてもう見てて楽しいです。気になる仮装とかありました。はい、さっきちょうどドラゴンみたいな、もう尻尾もデローンって長くて、あ、作りが素晴らしい仮装もありました。ゴジラ、ゴジラいましたね。そうです、ゴジラです。これです。ゴジラさんですね。そうですね、はい。あと白雪姫の魔女、マレフィセント、マレフィセント、マレフィセント、はい、の前の、あと不思議の国のアリスちゃんですかね。アカスちゃんもいらっしゃいます。ハッピーハロウィーン。ハッピーハロウィーン。いや楽しいですね。はい、ではハロウィンスペシャルでお送りしています片町スクランブルナイトです。でこの時間はキエさんをお迎えしまして、ハロウィンパーティーの後にぜひ立ち寄っていただきたいカフェバーということで、はい、お名前も可愛いんです、はい、ロンドベルという、ロンドベルです。はい、はい、知ってる方は分かるかもしれないんですけど、ガンダムのキャラクターのロンドベルっていうのがありまして、オーナーがガンダム好きなんでこの名前になったんです。勉強不足で申し訳ないんですけど、いやいや私もガンダムわかんないんですけど、ロンドベルというのはそのガンダムの中に出てくる主要なキャラクターなんですか。はい、そうなんですよ、おそらく多分お店の中にいるんですか。そのお店の中にちょっとちっちゃいフィギュアぐらいなら置いてあります。お店はどこにありますか。はい、お店はあそこのスクランブル交差点のセブンイレブンの3のすぐ隣になります。はい、わかりやすいですね。そうですね、でもちょっとこじんまりとしてなんか暗いんで気づかれないんですけども、はい、すぐ近くにあるので。資料によると立ち飲みもできるということなんですね。はい、OK です。秋の夜長を感じながらいいですね、楽しむこともできるということなんです。で前回登場していただいたのが、まあ、2年ほど前ですかね。そうですね、はい、それから新幹線も開業して、はい、また街の雰囲気変わったんじゃないですか。そうですね、結構やっぱり県外のお客様が増えましたね。なんか以前は結構出張とかで来られる方多かったんですけど、観光客の方が増えました。そうなんですか。はい、でなんかよく観光客の方が来て明日どこ行こうかなっていうのを相談に乗ったりしています。ここがいいですよとかここが美味しいですよっていういろいろおすすめをさせていただいてます。ちなみに観光スポットではキエさんどこをおすすめしてるんですか。そうですね、私は結構東茶屋街が好きなんですけど、ちょっとこの季節だと天候がに左右されやすいなので、まあ、晴れた日ならぜひおすすめしてますね。はい、キエさんも結構お休みの日とか行くんだ、東茶屋街ですとか観光地を。そうですね、まあ以前も2週間前ぐらいにちらっと東茶屋街に行って、観光客に混じって楽しんでました。なんでもキエさん2012年のミス100万石だそうで、はい、いやいやいや、なので神奈川のことをすごい詳しいのかなって思うんですけど、まあでもなんといっても3年前という現実があって、いやいや今も輝いてますよね。いやいやいや、愛らしい、可愛いですね、本当に目がキョウちゃんは可
愛い女の子が大好きなんです。本当ですか。嬉しいです。それ多いです。そして、お店の情報もね、いろいろと教えていただきたいんですけども、はい、ロンドベルさん、どんなおすすめメニューがありますか。はい、そうですね、おすすめメニューとしては、食べ物で言えば結構、うん、店長がその自家製で、自家製豚手作りの、うん、はい、ローストビーフをおすすめしております。はい、よく切れ端をもらうんですけど、すごい美味しいです。切れ端なのもらう。そうですね。このハロウィン限定の特別メニューとかはあるんですか。はい、残念ながら特別メニューは用意してないんですけど、本日仮装して来店された方にはぜひ2杯目をサービスさせていただきます。はい、皆さん聞きましたか。今日ですね、仮装している方、ロンドベルさんのお店で2杯目無料サービス、ハロウィンの今日だけのそうですサービスですので、どこ行こうかなと、ね、迷っている方はもう行くしかないです。2軒目どこ行こうかなという方は、ぜひローストビーフが美味しい、はい、ぜひお待ちしております。仮装はどんな、ちょっとでも仮装でも大丈夫なんですか。大丈夫です。もう帽子ちょこんってつけてて、これが仮装だって言ってもらっても大丈夫です。他には、はい、おすすめの飲み物、ドリンクはいかがでしょう。そうですね、当店では梅酒をちょっと種類多く揃えてまして、地元の梅酒、加賀梅酒や能登梅酒、金沢梅酒など何種類か用意してますので、ちょっとずつ味を楽しんでいってほしいなと思います。いいですね、梅酒の飲み比べとか。はい、楽しいですね。お酒お好きですか。そうですね、梅酒がもう 全種類一応飲んでみました。あ、はい、そうなんだ、すごい。全部の梅酒を、はい、ちょっとかしなみながら。ケイさん、おすすめってあります。そうですね、私結構さっぱりしたのが好きなんで、うん、加賀梅酒をソーダで割ってよく飲みます。はい、そうかも。お店の雰囲気ってどんな感じなんですか。そうですね、ちょっと暗くて小さくてちょっと落ち着いた感じなんですけど、まあ、今日は賑わってなんぼかなっていうふうに思ってます。この時間も続々と、はい、仮装をしたり、ちょっとヘアスタイルでね、猫耳を作って楽しんでる方とかもいらっしゃいますけども、キュウさんも毎年ハロウィンは楽しんでますか。いや、今年初めてです。そうなんですよ。なんか、はい、慣れてる感じが、この、ね、小物アイテムとか持って。いやいやいや、これも先ほど店長がこれ持ってきって食べてくれました。手土産をくれたんですね。はい、そうです。店長、かぼちゃを選んだのはやっぱり、はい、理由があるんですか。そう、せっかくなんでちょっと、ね、かぼちゃ衣装も着せていただいてもいいですか。ちょっと恥ずかしいですけど、後ろ大丈夫ですかね。はい、マジで。こんな感じで。モコモコハロウィーン、はい、ね、パンプキンのワンピースになるんですかね。ちょうど太もも丈のモコモコのパンプキンですね。はい、なんですごい暖かいんですよね。このね、帽子って言うんですか、この、はい、それも可愛い。あ、本当ですか。もう可愛いんですけど落ちてくるんですよ、残念ながら。はい、今日一日この格好で営業されてるんですね。はい、その予定です。ぜひ皆さん、キュートのキエさんに会いに、はい、ロンドベルさんに行っていただきたいと思います。はい、うん、じゃこの後もお店に、はい、ね、戻られてと、はい、いうことですね。はい、見ました。では最後に、はい、皆さんにメッセージもいただきたいんですが、はい、はい、お願いします。そうですね、今日は何といってもハロウィンなんで、ぜひ皆さん仮装してロンドベルに遊びに来てください。お待ちしております。お待ちしてます。ということで、カフェバーロンドベルの篠原希恵さんをお迎えしました。希恵さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お菓子もありがとうございました。いやいや、もうたくさんもっと取ってってください。